ようこそお参りくださいました。今日はですね、5月の10日でございます。今日は、神主のちょっと朝のお仕事をご紹介したいと思います。連休も終わってですね、神社だいぶ落ち着いてきております。まあいつもの日常に戻ったと言ってもいいのではないでしょうか。今日もですねとてもいい天気です。だいたいこの時期ぐらいからですね、ちょっと冬用の、まあ、朝の仕事から、まあ、夏用の朝の仕事へとちょっと変わってきます。まあ、具体的に何をするかというとですね、まず神主は、まあ、朝一番に、まず神様へお供え物、お食事をですねお供えいたします。これは、ニック祭と呼ばれております。まあ、神社によって、呼び方が違うかと思います。まあ、朝拝というところもあるかと思います。まあ、宮崎神社ではニック祭、ニック、まあ、その日の、神様のお食事をお供えする、お祭りでございます。まず一番に神様、ね、お祭りですね。でその後にですね、まあ、境内の、仕事をいたします。具体的に言いますと、この時期、まあ新緑の時期ですよね。暖かくなってきます。ですので、まあ、境内にはですね、まあ、いろんな植物植え合えていたり、またプランターとか育てているところもございます。まあ、ですのでまず水やりします。水やりです。あ、のどかですね。こちらはですね、育てているわけではないのですが、草刈りの時もわざと残しております。まあ、いわゆるクローバーですよね。たくさんありますので、よくですねお前に来た、まあ、小さい お子さんとかが四つ葉のクローバーをここで探しているんです。あ、皆さん、あの四つ葉のクローバー、まあ、幸運の印ということで、まあ、見つけたらですね喜ばれるので、まあ、ここはあえて草刈りの時も刈らずになるべく残すようにしております。まあ、楽しんでいただいてますからね、せっかくですので残しております。また、直接ですね植えられている以外にもこうしてプランターとかで育てている植物もございます。これは桜ですかね。こういったものにも、まあ、今が一番育つ時期かと思うので、まあ、なるべく日の当たるところでしっかりと日光浴、光合成してもらって。余談ですが、あの水やりをやるホース、この延長のホース、まあいろいろと使ってきました。今のところですねこの延長ホースとても、気に入ってまして、というのもですねこれ巻くときですね、これが、動いてこのホースの収納する位置を動かしてくれるんです。まあ、どういう仕組みか、どういうことかと言いますと、こう巻いた時ですね、こうこのオレンジのところが動いて、いい具合にですね、あの偏らずにホースが巻けるんです。これ地味ですけど、すごい便利なんですよね。でこの、ジグ、まあ、サポーターがないのがですね、あのずっとこっちに偏ったり、あのホースに偏りができてしまうので、あのもう一回やり直しっていうのが何度かありました。まあ、ですがこれ楽です。結構おすすめです。次はですね、境内の掃除を行っていきます。結構ですね、あの落ち葉がありますので、それを掃除していきます。竹ぼうきを使ってですね掃除をするのもいいのですが、まあ、大量に落ち葉がある時ですとか、またちょっと時間がですね、足りない時は、エンジンブロワーを使って、落ち葉をですね集めたり、まあ、吹き飛ばしたりして掃除をいたします。うちはですねこの両備のエンジンブロワーを使っております。
まあ、重さがあるのですが、なかなかエンジンブローはあったらですね、とても助かります。竹ぼうきですと、2時間かかる作業が、まあ、10分20分で終わることもありますの で、その分ですね、広範囲、まあ、広い範囲の掃除もできますし、また、まあ、より一層丁寧に、掃除もできるので、とても便利で助かっております。今の時期ですね、まあ、4月下旬から、5月中旬ぐらいですかね、まあ、5月いっぱいぐらいまで、タケノコたくさん姿を現します、ちょうどですね、この神社への参道脇がですね、竹林といいますか、まあ、雑木林といいますか、まあ、竹がとても多いの で、この時期になりますと、ニョキニョキと竹が現れます。タケノコを見ますとですね、まあ、1日に、まあ、10センチ15センチぐらい、まあ、結構な速度でニョキニョキと、まあ、成長するようです。2日3日見ない間にですね、もう、まあ、腰のあたりまで成長したり、まあ、1週間2週間経つともう背丈、まあ、ちょっと見上げるぐらい、まあ、成長したいと、とても成長が早いです、まあ、ですので、このタケノコもですね、まあ、タケノコといいますか竹についてはですね、お子さんのお参りと結構、まあ、縁深いといいますか縁起がいいんですよね。タケノコ、まあ、まっすぐと伸びますよね、青々と、そしてぐんぐんと力強く成長します。初宮詣や、また四五三の、お参りの際にですね、神主が祝詞を読み上げます。この祝詞の中にはですね、まあ、神様への感謝ですとか、まあ、誓い、まあ、ご報告、そして、お願い事も少し入っております。まあ、特にお宮参り、まあ、初宮詣、そして四五三詣の時のお願い事というのは、まあ、とにかく、まあ、お子さんの成長、元気な成長を祈るわけでございます。その祝詞の、まあ、中で、まあ、一文としてですね、若竹のすくすくと老いたち栄えしめたまえという一文がございます。まあ、これをですね、宮崎神社では、お宮参りや四五三詣で入れております。このですね、若竹のすくすくと老いたち栄えしめたまえ、若竹、まあ、まあ、これは竹の子ですが、まあ、若い竹、まっすぐと力強くの、成長します、その竹のように、若竹のように子供もまっすぐ、まあ、素直に、力強く元気に成長しますようにという、そういった願い事を含んだ、一文でございます。これですね、私結構好きなんですよ、この一文。まあ、まあ、実際毎年ですね、この竹の子が成長しているのを見ると、まあ、とても元気でまっすぐ成長する、まあ、力強さを感じるので、まあ、この力強くですね、子どもも元気に成長しますようにと、まあ、そういった願い込めて、読み上げております。まあ、ですが、まあ、実際の竹の子ですね、まあ、場所によっては、まあ、早急に折ることもあります。例えばここのタケノコなんかはですね、地面の斜めのところからですね生えております。このまま成長するとですね、ちょっと、まあ、倒れてしまう、道を塞ぐように倒れてしまいますので、まあ、これはちょっと危ないなということで早急に折りました。タケノコですね、この時期とても脆いので、まあ神主キークで
結構簡単に折れてしまいます。まあ、境内ですね、まあ、境内といいますか参道、結構長いです。まあ、こういったところですね、エンジンブロワーでさーっと葉っぱとか吹き飛ばして掃除をいたします。まあ、手抜きと言われるかもしれませんが、まあ、竹ぼうきを使ってでもですね、あの葉っぱとか集める段階まで同じ工程ですので、まあ、なるべく時間短縮、まあ、結構境内広いもので短縮できるところ、効率的にできるところは効率化しないとですね、ちょっと一人でやってますので、一人管主ですので、ちょっと作業が追いつけません。これだけで1日終わってしまうことも、当初はありました。まだですね、今5月ですので、まあこれまだまだ序の口です。この掃除、境内の掃除、本格化するのは秋です。秋です。全国の、神主さん、秋が、まあ、本番といいますか、祭りも始まりますし、秋祭りですね。であと落ち葉のシーズン、まあなかなか苦労します。ある意味秋が、まあ、神主、まあ、本番のような時期ですね。このようにですね、午前中、まあ、朝のうちですね、まあ、大体神主というもの、まあ、まずお祭りをして、境内の掃除や皆さんのお参りの迎えるための準備などを行っております。本日もご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録をお願いいたします。この時期ですね、ちょっと境内ですね、ぼーっとして、まあ、静かにぼーっとしているとですね、野鳥の鳥のさえずりが聞こえます。なかなかの癒しボイスではないでしょうか。のどかですよね。